たった5つの動きで全身を整えるシンプルピラティス。今日はベーシックの少し難しいバージョンです。ではまず仰向けに寝て膝を軽く立て、間に拳1個分のスペースを空けてください。骨盤から順に背骨を上まで上げていってブリッジの体勢になったら、お尻を緩めて締めるを3回、1、2、3でキュッと締めて背骨をまた上から下ろしていきます。下で吸って吐いて、お尻を上げ腰を上げ背中の一番上まで3回、1、2。お尻を締めるときにしっかりおへそも引っ込めて、内股の間にも何か挟んで締めてる感覚。下で吸って吐いて上げます。お尻を少し緩め、そして3回、1、2、腰を反らない、3、背中の上から下ろしてきて、下で吸って吐いて、お尻上げて腰上げてどんどん上に上がったら3回いきましょう。1、2、3、9、そして下ろしてきて、下で吸って吐いて、お尻上げて骨盤底筋を使ったり、お尻、ハムストリング、そしてお腹の体幹を使っていますね。上から下ろして、下で吸って吐いて上げる、3回、1、2、3、上から順に下ろしてきて、では最後の1回上げていきましょう。上に行ったら渾身の力を込めて3回スクイーズです。2、3のスクイーズで下ろしてきます。では下ろしたら両足を上げ、右足をまず両手で抱え、左足を伸ばし上半身を上げ、シングルレッグストレッチです。吸って足を交代、吐いて片足を伸ばします。吸って吐いて、吸って吐いて、しっかり足を伸ばして、伸ばして、遠くにつま先が行くように、目線はつま先の方を見てみましょう。はい、では頭を下ろして、次はうつ伏せになってください。うつ伏せで背筋を使うエクササイズの時は、必ずおへそを引っ込め腰を守ります。腕を後ろの方に伸ばし、手のひらは上、頭と胸を上げてきて、腕を天井に向かって8回上げましょう。1、2、3、三頭筋に効いているように、4、5、6、7、8回目でそのままホールドして、1、2、3、4、5、6、7、8。 OK、 じゃあ降りてきます。それでは素肌の側面をやっていきましょう。私と鏡合わせになるように、みんなの右肘を床につき体を支えます。肩の真下に肘が来るようにして、そしてサイドウエストが落ちてしまってないようにお腹を引っ込めて、背筋をまっすぐに伸ばし、上の足を伸ばして浮かせてください。ここから円を描いていきましょう。まず時計回りに1、2、3、上半身、骨盤から上が全く動かないようにします。5、6、7、8やったら、今度反対回りしてみましょう。後ろから前に、しっかり後ろに行って上に行って前に行く。3、4、5、6、7、お腹引っ込めて8、 OK。 じゃあ反対側やりましょう。今度はみんなの左肘をつけて、肩の真下に来るようにします。上半身がまっすぐであるように、背筋を伸ばして、サイドウエストが落ちていないようにします。では上の足を伸ばし、ここを軸にして8回、1、2、3、4、5、6、7、ラスト。今度反対回し、後ろから前に1、2、背筋伸ばして3、首まっすぐ、4、腰反らない、5、6、7、8。 OK。では次は四つん這いになりますよ。
手がちょうど肩の下、膝がお尻の下、肘をロックしないようにしてください。背中はまっすぐなテーブル。では右手と左足から伸ばしていきましょう。吐きながら伸ばします。吸って下ろします。吐いて今度は左手と右足を伸ばします。背中がテーブルだからいろんなもの乗せてるイメージ、落とさないように。次右手と左足上げて下ろします。お腹を軽く引っ込めて腰が反らないようにしておきます。左手と右足上げて下ろします。あと4回やりましょう。4。体がグラグラしないように安定させて。3。呼吸と一緒に動きますよ。吐いて上げる。2。ラスト1回。では頭を下げ、背中を丸くし、お尻をかかとの上に乗せてきて、チャイルドポーズ。5つ終了。お疲れ様でした。このシンプルピラティスシリーズ、5個の動きで全身をバランスよく鍛えられるように構成してありますが、ご自分の気になる部位があったら、その部位の動画やあとはストレッチなども組み合わせてぜひやってみてください。バルセロナより愛を込めて、さようなら。